私の名前はなるみ、一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。ママ友の一人に他人の夕飯を狙う人がいるの。節約が口癖の人で、夕飯をタダで済まそうとするんだよ。最近私は引っ越して戸建ての家に住み始めたんだけど、そのせいで私も狙われることに。なるみさんの今日の夜ご飯何？私は塩辛いのが食べたいな。私の家の夕飯あなたに関係ある？いや、今日のメニュー何しようかなと思って、その参考に。それで何？教えない。何それ、カップルじゃないんだから教えてよ。帰ってくるまでのお楽しみ？それとも私とか、クソ寒いこと言うわけじゃないよね。そんなこと言うわけないでしょ。あなたがここ最近近所のママ友の家に出没して夕飯を食べていくって有名だから。そうなの？最近仲いいママさんが家に招待してくれてね、みんなの夜ご飯を少しだけいただいてるの。聞いた話によると、誰一人あなたのことを招待してないって言ってるよ。ふぇ？勝手に家に押しかけてきて夕飯を食べていくって。しかも旦那さんと子供まで連れてきて、点数をつけて散々ダメ出しした挙句、次の日も来るとか。それは私の優しさじゃん。どこがよ。私のダメ出しを聞いて次の日に改善できてるのかを確かめに行ってるの。だいたいみんな改善できてないんだけどさ。仕事遅い人ってダメよね。なるみさんもそう思わない？なんで赤の他人のために家の料理の味を変えないといけないのよ。私のために変えろって言ってるんじゃなくて、一般的にどうかって話。私結構舌が肥えてる方だからさ、私の言った通りにした方が美味しくなると思う。ってことで、なるみさんの家の今日のご飯は梅干しだけ。梅干し？そう、最近みんなでダイエットしようって話になって梅干しだけ。絶対嘘じゃん。なるみさん大手で働いてて、彼氏さんは社長さんなんでしょ。そんなお金持ちなのになんで梅干しだけなのよ。理由ならさっき言ったじゃん、ダイエットのため。絶対に嘘。実際になるみさんの家に確認に行くからね。迷惑だからやめて。そんなこと言わずに、どうせ今日仕事休みでしょ。私なるみさんと一緒に食事がしたかったの。旦那と子供連れて行くから多めに作っておいてね。多めに梅干し買っとくわ。またまた冗談言って。数時間後、なるみさんはどこにいるの？早く家のドア開けて。お腹空いたから早く。なるみさんの食事は30点以下だと思うけど食べてあげる。外食してるから家にいないけど。は？だから家にいないんだって。今日は家でご飯食べるんじゃなかったの？家で食べるなら梅干しって話。今日は土日だから外食にした。ちょっと待ってよ、私今日来るって言ったよね。私は来ていいなんて言ってないけどね。梅干し多く買っとくとか言ってたじゃん。冷蔵庫の中に梅干し入ってるよ。私がいないから家の中にはあげないけど。何それ、騙したの？私たち何食べればいいのよ。旦那は仕事終わりですごくお腹空かしてるし、子供だって。お子さんなら昼間違う家でたらふく食べてたでしょ。え？あなた昼ご飯代も安く済ませようと思ってママ友に押し付けたんでしょ。そこで昼ご飯も夜ご飯も食べるようにってお子さんに言ってたくせに。なんで知ってんのよ。あなたがあちこちで夕飯を食い漁っていることは有名だから情報を共有してる。お子さんはお腹空かせてないだろうし、どうしてもお腹減ったなら自分で作れば。私は節約しないといけないの。なるみさんたちはお金持ちだからわかんないかもしれないけど、私たちは節約する必要があるから助けてよ。ここまで言えばわかるよね。どこで外食してるのか教えて。教えるわけないでしょ。節約するために人のご飯を食べるって笑わせないで。節約するのはまず毎週のように通ってるエステ、1ヶ月1回のネイルサロン、頻繁に行ってる美容室をやめてから行って。なんでそんなことまで。ママともみんなで話し合った結果、今後あなたとは出かけたりしない。もちろん夕飯もご馳走しないから、そのつもりで。なんで？今までみんな文句なんか言ってなかったのに。なるみさんが変なこと言ったんでしょ。同じような被害に遭ってるってことをみんな知らなかっただけ。あなたがそんなことをしてるって聞いて、みんな我慢の限界だったんだよ。子供の前で文句言うわけにもいかないしって我慢してたら、同じ被害に遭っている人がたくさんいるんだもん。それはみんな怒るわ。なんで私だけ仲間外れにするわけ？お金がないから助けてほしいだけなのに。
今後私の夕飯を食べに来ないでね、絶対。諦めないからね。1週間後、なるみさんが今日家にいるのは把握済み。逃げられる前に食事をもらいに来ました。夕飯できてるでしょ。また来たの。前も言ったと思うけど、夕飯はご馳走しない。もう家の前にいます。ちょっと何度もインターホン押さないで、うるさい。そう思うなら早く出てくれば。なるみさんが出てくるまで私ずっとインターホンを押し続けるから。おかずを分ければおとなしく帰るの。もちろんよ。わかった、タッパーに詰めて持っていくから、ちょっと待ってて。わーい。1時間後、さっきもらったやつ28点。私もうちょっと味濃ゆいのがいい。味薄すぎてご飯が進まなかったんだけど。おかずをもらっておいて文句を言うなんていい度胸ね。だって本当に味薄すぎ。旦那も何これクソまずいって言ってたよ。ほんと失礼な夫婦ね。ていうか夕飯用にって持って帰ったのにもう食べちゃったの。そうなのよ、お昼ご飯として食べたから。夕飯がないっていうことでまた取りに来まーす。は？なるみさんのせいで私いろんな人から距離を置かれるようになっちゃった。そのことを考えたらやっぱり夕飯ももらわないと気が収まらない。改善したものの準備よろしく。さっきのは味薄すぎ。28点なんて最低点だよ。次は赤点回避できるように美味しい食事をよろしくね。その食事作ったのノアさんのお母さんだよ。は？こんなこと言ってるんですけど、知恵さん。よくもまあ味が薄いだの28点だの言えましたね。お母さん、私の家に来た時はいつも美味しい美味しいと食べてくれているのに残念です。違うんです、すごく美味しかったんですけど間違えちゃって、82点の打ち間違いで。さっき赤点回避うんぬん言ってなかったっけ。あなたがどういう人かよーくわかりました。あなただけじゃなく、あのバカ息子も10年以上食べてきた母親の味がわからないなんて、相当舌が肥えてしまったのでしょうね。そのほら、今日は暑いから味が濃ゆいのがいいなって。確かに今回の食事はいつもより薄く味付けをしています。ですよね、お母さんの料理大好きだからすぐ気づきました。あなたたちがブクブクと肥えているからです。え？息子も体重管理ができていなくて見る影もないほど太ってしまい、お孫ちゃんもそうです。あんなに食べさせては逆に不健康で。でも旦那は別に問題ないですし、息子だって。旦那さん健康診断で引っかかって再検査って言ってなかったっけ。余計なこと言わないで。脂っこいものばかりを食べ、1日5食も食べていればそうなります。そんなあなたたちを思って薄く味付けをしたのですけども。ありがとうございます、すごく美味しかったので参考にさせてください。参考になんかしなくて結構。今後私たちの手料理を振る舞うことはありませんから。なんでですか。あなたたち夫婦とは縁を切ります。お孫ちゃんとはもちろん会いますが、息子にも言っておいてください。お金の支援はもうしないと。そんな、お金もらえないと私たち食事が。いい加減にしなさい。無駄遣いをやめて暴飲暴食をやめれば十分こと足りる給料のはずです。お孫ちゃんのためだと思っていましたが、もうお金の支援はしませんから。それでは。待ってください、お母さん。お母さん。私もここで許さない、許さない、絶対に許さないから。ゆりとひまわりとノアのライン。ねえねえ、今日の夕飯何？なぜそんなことを聞くんですか？なるみさんに私のこと何か聞いた？特に何も聞いていませんけど、何かありましたか？なるみさんと仲いいもんね、二人。もしかしたら知ってるかもと思ったけど、何も知らないんだ。何かあったんですね？そんなことより夕飯を分けて。諸事情でお金がなくなって、餓死しそうなの。お昼になるみさんからもらったおかずを食べたのではなかったのですか？そうだけど、夕飯がない。一食抜いたくらいじゃ人間なんともないですよ。私の子供に何も食べさせるなって言ってるの？確かに息子さんはかわいそうですね。もしよければ、お食事を一緒にしますか？いいの？
今日は外食の予定だったので、そこに集合でいかがでしょう。私も行く。あ、息子さん、私の家で食事させましょうか。なんで？今回の外食、あまり子供向けではないんです。大人は楽しいかもしれませんが、お子さんは。今日うちの夜ご飯ハンバーグなんで、息子さん一緒に食べさせましょうか。助かるわ、二人とも。なら早く集合場所送ってね。わかりました。数時間後。本当にここで会ってるの？会っていますよ。なんかすごいところね。お金大丈夫なの？気にしないでください。大丈夫みたいなので。やっぱり持つべきものはママ友ね。最初から二人に頼めばよかったわ。聞いてよ、なるみさんがクソみたいな女でさ、私のことを騙してニタニタ笑ってるの。どうやったらあんな性格悪い女になれるのかしら。ほんと不思議よね。ん？まあまあ、今はとりあえず落ち着いて、とりあえずお店の中にどうぞ。わかったわ、楽しみ。ゆり、落ち着いて、まずはあのお店に入ってもらわないと。ケス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 。おーかい。ごめんなさい、LINE 見れてなかったけど。そんな怒ってどうしたの？あら、扉が閉まっちゃった。私となるみさんの仲がいいことはご存知ですよね。もちろん。私も仲がいいですよ。知ってるわよ、みっともなく3人でつるんでることぐらい。いい年した女が何やってんのって感じ。いくつになっても誰かと仲良くすることはいいことですよ。はいはい。あれ、旦那は左の部屋、私は右の部屋に通されたんだけど。さて、もう我慢する必要はありませんね。我慢？私のなるみさんに迷惑をかけたことを後悔させてあげます。迷惑なんか別にかけてないわ。家に勝手に押しかけて夕飯泥棒したじゃないですか。その夕飯は昼に食べてますけど。なんだ、知ってるんじゃない。なるみさんから何も聞いてないって嘘ついたのね。嘘ではありません。私はなるみさんに関わった人のことを24時間365日監視しています。なので、なるみさんが言わなくても状況を把握してるんですよ。なんて、ちょっと何言ってんのか分かんなかった。私のなるみさんに迷惑をかけたことを後悔させてあげます。意味わかんない。普通に考えて、なるみさんがお母さんの料理を持っているのはおかしくないですか。確かに、まるで準備してたみたいだった。あなたがなるみさんの家に来ることは分かっていたので準備をしていました。お母さんにあなたのことを報告したのもゆりです。あんただったのね。おかげでひどい目にあった。今後お金の支援はないって言われたし、怒られるし。ああ、思い出したらイライラしてきた。なんで私が怒られないといけないのよ。料理下手なお母さんが悪いのに、私をはめたなるみさんも悪い。さっきからガタ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 言ってんじゃねえよ。ゆりさん、私のなるみさんに迷惑をかけやがって、私のなるみさんに迷惑をかけやがって、私のなるみさんに迷惑をかけやがって。許せない。消す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 。ちょ、それぐらいで怒るとか心狭。ゆりは本当になるみさんのことが大好きで、なるみさんのストーカーですからね。メンヘラを怒らせたら怖いんですよ。それなのにこんないい食事会場に呼んでくれるなんて意味わかんない。しかも着替えをさせて、お風呂まで入れて、耳掃除までしてくれるなんて。次は顔のパック？いいわね、最高。何も気づかないんですね。え？ユリがあなたのことを調べて、あなたたちの悪事は全部わかってます。飲食店でクレームを言ったり、スーパーからお肉を盗むとか、ただの犯罪者です。そんな昔のこと忘れちゃった。次はお着替えかしら。注文の多い料理店という話を知りませんか？知ってるよ。あの、ご飯を食べに来たら自分が食べられそうになるやつ。なんか子供の頃の国語でやったかも。つまり、あなたが置かれている状況は、そういうことです。は？あれ、なんで裸のままなの？旦那も裸だし、なんで？今からご飯を食べるんでしょ？あなたは食べるんじゃなくて、食べられる側ですよ。何の話？どういうこと？身なりをきれいにしたのは、あなたのお肉が食べられるってことです。は、はぁ？
ちょっと、そんな冗談笑えないって、ありえないって、無理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 。私もなるみさんのそばにあなたのような汚いゴミ虫がいるなんて。無理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 。無理です。それではあなたたち夫婦は機械に入ってミンチになって、ハンバーグになってきてください。来世に期待しながら。ね？いやー、謝るから、謝るから、謝るか。ねえねえ、見て、このハンバーグすごく可愛いでしょ？太陽のためにお日様のやつ作ったんだ。こっちはユリで、こっちはナルミさん。このただの肉の塊がナルミさん？わかっていませんね。もっとここをこうして、こうするとナルミさんに近づきます。あとはここにこうして、こうして、こうして。やっぱり料理は食べるのも作るのも楽しいな。その後、ノアさん夫婦はそのまま帰ってこなかった。息子さんのことが気がかりで、ちょっと心配してたんだけど、息子さんは、お父さんお母さん怖いから嫌い、ご飯作ってくれなくなったし、家では食べ物の話ばっかり、僕にはカップ麺とかばっかりだし、って、お父さんお母さんのことが嫌いだって言ってた。ノアさんの旦那さんの両親が引き取ってくれて、今はお腹いっぱい健康的なものを食べてる。僕野菜好きだし、お肉も好き。料理するのも好きだから、将来は料理人になるんだ。って、生き生きしてて、見てるこっちも嬉しいよ。ノアさんたちは適当な食事を与えるだけで料理をさせたりすることもなかったみたいだから、息子さんは新しい一歩を踏み出せたんだね。ノアさん夫婦はというと、今頃ぐちゃぐちゃになってるかな。食事として提供されてるんだと思うけど、人肉を好むなんて裏の施設の人たちはほんと怖いな。まあ需要と供給が合ってるからいいのかもしれないね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。